皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県安八郡安八町東結部の喫茶三品にお邪魔します。モーニングは午前6時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？左方向です。これからお邪魔する喫茶三品は矢印の先です。駐車場は、お店の前に広い駐車場があります。営業時間は午前6時から午後4時までです。ここには書いてありませんが、定休日はお店の人がありませんと言われましたので、定休日は不定休みたいです。本日のランチは生姜焼き定食、焼きそば定食、鮭とエビカツ定食、カレーライス、アジフライ定食の5種類のランチがあるみたいです。大きな窓から松に庭石の立派な庭が見えます。また落ち着いた感じのいいお店です。コーヒー、紅茶、ミルクの380円はすごくお値打ちです。左手の軽食の焼きそば、焼きうどん、下に下がってスパゲッティなども650円です。今度は右手の定食ですが、すごいですよ。なんと定食にコーヒー付きで、白身フライ、ハンバーグ、野菜炒め、カツ、串カツ、唐揚げ、トンステーキ、生姜焼き定食などの定食にコーヒー付きで850円です。これって、すごくお値打ちじゃないですか？お値打ちですよね。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスはトーストとサンドイッチの2種類です。ドリンクはホットコーヒーをお願いしました。ホットコーヒーが380円でしたので、モーニングはドリンク代のみの380円です。ドリンク代のみの380円でこんな感じです。380円でサンドイッチが良きれに茶碗蒸し、ゆで卵がついています。ここのお店は原材料価格や物流費の高騰を受けて、食品などいろんなものが値上がりしてるのに、お値段据え置きで頑張って見えます。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にホットコーヒーから見ていきます。コーヒーの語源、コーヒーの表記ですが、英語の音社と考えられますが、江戸期にはオランダより伝えられており、当時はオランダ語のコッヒー、カヒーなどと記されていました。日本人で最初にコーヒーを飲んだのは江戸末期の長崎出島のオランダ商館に出入りしていた役人や通訳だったそうです。英単語のコーヒーはもともと英語にあったわけではありません。コーヒーの発祥の地として有力なのが現在のエチオピアのあたりだそうです。コーヒーは15世紀にアラビア半島全域に広まり、ヨーロッパへはトルコを経由して17世紀に伝わったそうです。ちなみに日本語のカフェはフランス語のカフェから来ています。カフェにはコーヒーの意味と喫茶店の2つの意味がありますが、これは元のフランス語カフェにその2つの意味があるからのようです。画面を少し動かします。次は茶碗蒸しです。この茶碗蒸しには椎茸とうどんなどが入っています。
うどんが入ってる茶碗蒸しは珍しいですよね。茶碗蒸しの具材は地方や地域によって具材に変化があるみたいです。北海道、青森、秋田では茶碗蒸しに甘い栗の甘露煮を入れるのが定番みたいです。また京都ではすりつぶした豆腐を混ぜて作る南禅寺蒸し、京都の定番具材ではないですが、豆腐をすりつぶさず形を残したものを茶碗蒸しに入れ、上にくずあんをかけた料理は空屋蒸しと言います。また大阪では茶碗蒸しにうどんを入れたものを小玉き蒸しと言い、和歌山県は梅の生産量日本一の県なので、茶碗蒸しを提供しているお店では梅入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。鳥取県の米子市では茶碗蒸しに春雨を入れるのが一般的みたいです。また米子市だけでなく山陰地方でも食べられることがあるみたいです。広島県は牡蠣が名産なので茶碗蒸しを提供しているお店では牡蠣入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。福岡では餅を入れる茶碗蒸しを蒸し雑煮と言い、お正月になると食卓に並ぶ料理だそうです。長崎では長崎風茶碗蒸しといって江戸時代から続く老舗で、丼で茶碗蒸しが出されるそうです。いろんな茶碗蒸しが出てきましたが、皆さんの地域、お家ではどんな茶碗蒸しなのかな、一度見てみたいです。画面を少し動かします。次はサンドイッチです。よく見るとこのサンドイッチは予期でもついています。嬉しいです。今や恒例になりつつありますサンドイッチの中身を見る前に、サンドイッチのルーツを見ていきます。よろしくお願いします。サンドイッチの由来ですが、サンドイッチは1760年頃、日本は江戸時代、イギリスで誕生しました。日本に伝わったのは明治時代と言われています。サンドイッチが生まれた背景が、とにかく遊び好きの伯爵がおりました。その中でもトランプゲームが特に大好きで、食事の時間でさえもトランプゲームをしたくて、どうにかできないかと思っていたそうです。そんなところ片手で食べられるようにパンに食材を挟んだ軽食で済ませていたそうです。その伯爵の名前がジョン・モンタギュー第4代サンドイッチ伯爵ということもあり、サンドイッチと呼ばれるようになったそうです。その出来事を当時のフランス人作家ピエール・ジャン・グロスレが書き残し、現代に伝わりました。いつものごとくサンドウィッチの中身が気になりますよね。これからサンドウィッチの中身を見ていきます。サンドウィッチの中にはあふれんばかりのすごい潰し卵ときゅうりが挟んであります。もう一つのサンドウィッチの中も中を覗いてみます。こちらのサンドウィッチの中にもあふれんばかりのすごい潰し卵ときゅうりが挟んであります。まだ残り2切れありますが、この2切れも同じようにあふれんばかりのすごい潰し卵ときゅうりが挟んであります。ドリンク代のみの380円でサンドウィッチが良きでもあるなんて嬉しいサービスですよね。次はゆで卵です。ゆで卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養価が高く、特にタンパク質、脂質、ビタミン A、D、B 群を多く含みます。そしてゆで卵は低糖質、高タンパクな食品なので、ダイエット中や筋力アップを望む方におすすめみたいです。卵の値段はもう戻らないと専門家が言っています。例年にない高値が続く卵、いつかは下がると多くの消費者は願っていますが、そうならない事情があるみたいです。卵の価格の高騰は鳥インフルエンザの感染拡大による供給量の減少などの原因もありますが、一番の要因は鶏の餌代の高騰です。22年春にはトウモロコシの主要産地であるウクライナで戦争が始まり、トウモロコシの需給は世界的に逼迫し、ピークの価格は以前の2から3倍になりました。養鶏業者が卵を生産するコストの約6割は餌代であり、トウモロコシは餌代の5から6割を占めます。鶏の飼育波数を減らしたり廃業したりする業者も出てるみたいです。次は乳酸菌飲料です。乳酸菌は腸内で大腸菌など悪玉菌の繁殖を抑え、腸内菌のバランスを取る役割を果たしています。
そして便通の改善だけではなく、コレステロールの低下や免疫機能を高め、がんを予防するなど様々な働きがあると言われています。最近ではピロリ菌を排除するなど特徴のある機能を持つ乳酸菌も研究されています。ドリンク代のみの380円で茶碗蒸し、潰し卵のサンドウィッチがよきれ、ゆで卵、乳酸菌飲料の吉名がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この茶碗蒸しには椎茸とうどんなどが入っています。うどんが入ってる茶碗蒸しは珍しいですよね。茶碗蒸しは日本料理の伝統的な料理の一つです。1689年に長崎に唐人屋敷が設けられ、唐人料理から生まれた料理がこの茶碗蒸しです。今では茶碗蒸しは和食の定番のメニューとなっていますね。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて、世界からも人気のある和食です。和食と日本食、日本料理という言葉を区別せずに使うことがほとんどだと思います。日本で食べられている食事全般の総称を日本食と呼び、カレーやラーメンなどの外来食も含まれます。それに対しユネスコは、日本の伝統的な懐石料理、郷土料理を和食として無形文化遺産に登録しました。和食は一汁三菜を基本としています。旬の食材を使い、季節感や彩りの演出、器や作法など料理だけではなく、日本の精神、おもてなしなども含まれています。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに出す、思いやりと心配りのおもてなしの心です。この潰し卵のサンドイッチですが、ふわふわの食感が食欲をそそる王道の卵サンドイッチです。また卵の味がしっかりと感じられて、美味しい卵サンドイッチです。卵を食べたいけどコレステロールが心配、コレステロールが心配だから卵は1日1個しか食べられないという話をよく聞きます。しかし卵を食べるとコレステロール値が上昇するという説は、1900年代初頭にロシアで行われた実験から生まれた誤解みたいです。最近の実験でも、普段の食事以外に1日に卵を3個ずつ、しかも2週間食べ続けてもらった結果、コレステロール値を測ってみるとほとんど変化はありませんでした。また卵にはコレステロールの上昇を抑えるシスチンやレシチンも含まれています。コレステロールそのものは人間の体になくてはならないもの。健康な人なら卵を1日1個以上食べてもコレステロールをあまり気にする必要はありません。厚生労働省が制定している日本人の食事摂取基準2015年版では、コレステロールの摂取量が直接血中コレステロール値に反映されるわけではないという判断から基準値が撤廃されました。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの380円で茶碗蒸し、潰し卵のサンドウィッチがよきれ、ゆで卵、乳酸菌飲料の吉名がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。